里管巻もどき、漢字で書くとこうなります。管巻とはクツワムシのこと。クツワムシに似た虫、葉っぱに紛れどこにいるかわかりません。いたいた。木の上に住む綺麗な緑色の虫、動きは速くありませんが舞うのがうまい。ちょっと筆で触ってみようと思ったら待ってしまいました。子供の時と変わらずとぼけた顔、鳴き声は聞いたことがありません。ピンピンピンと鳴くようです。木の上に住み、ナマキに卵を産み、植物を食い荒らすので害虫のようです。飛んだ。成虫と幼体の比較。幼体を避けて飛んだ。巻き戻し。地上に住む虫だけあって飛ぶのは得意。採取した時は量はし合ったけど片足に注意して持ち帰るのですが、幼体は可愛い。リンゴ好き？